ゴータ機による爆撃の様子を描いた当時のイラスト。ドイツによる戦略爆撃では、ドイツ帝国が第一次世界大戦において実施した戦略爆撃について述べる。このうちイギリス本土に対する爆撃には、ゴータ G4 等のゴータ射程の爆撃機が使用されており、このことからドイツ軍によるイギリス爆撃はゴータの襲撃とも呼称された。 第一次世界大戦が進むと、それまで軍事的価値が低いとみなされていた、航空機はその考えが誤っていることを証明した。対戦初期の経験を受けて、両軍ともに高度に専門化された、戦闘用航空機についての概念に大きな関心を払うようになった。すべてのコンセプトが実践で正しいと認められたわけではないが、 そのうちの一つに戦闘機として設計されたバトルプレーンと呼ばれる大型で重武装の多発機が存在した。バトルプレーンはより機動性に優れた短座戦闘機と戦うには不向きであると判明したが、一方で爆弾化を装着して中型爆撃機として運用した場合には大きな戦果を上げた。ドイツではこれらバトルプレーンは名称の頭に K の文字をつけていたが、 爆撃任務に就くようになると爆撃機であることを示すために G の文字をつけるようになった。1916年の終わり頃になるとドイツ軍はターカンクロイズ作戦と呼ばれるイギリス本土ピルマ爆撃を計画し始めた。作戦に先立ってエルンストブランデンブルク大尉の指揮下に6体のコスタスからなるカゴール3が編成された。同時期のイギリスは 防空手段の発達によりそれまでイギリスにたびたび攻撃を行っていたセッペリン飛行船に対抗できるようになりドイツ軍はセッペリン6隻を喪失した。当期にはセッペリンによる攻撃の回数は減少し1917年春までにはイギリスにおいてドイツ軍の攻撃はもはや脅威ではないとする見方が広まった。ただし議会は ドイツの軍事目標に対する報復の要請を続けるなど必ずしも全ての人がそのような見方をしていたわけではなかった。西部戦線における損失の増大とルシュタニア号事件の影響で1915年9月に一時中断されていたドイツの無制限潜水艦作戦が1917年2月に再開されたことを受けてイギリスは防空に割り当てていた。 リソースを他へと移した。政治面では航空機の生産手段への関心の低さという長年の問題は1917年初頭までに概ね解決された。その結果として航空機用エンジンの生産数は増加したが一方でこのことは同時期の航空攻撃に関して過大な自信を抱くことにもつながった。 ドイツ軍の作戦担当者にとって、イギリス国内にある目標を爆撃することは容易ではなかった。飛行場と目標の距離が離れていることから、爆撃任務には長距離航空機が適していたが、その数は不足していた。また前線からの要求により、さっと爆撃してさっと引き上げる戦略爆撃のような、副次任務は限られた回数しか行われず、 ドイツ軍の戦略爆撃による死者は1916年末までに26名を数えるに止まった。1917年3月にゴータ g 4爆撃機が配備されるようになると、ドイツ軍は戦略爆撃に適した航空機を持つことになった。今日では、イングランギーシュウェーダーとして知られるカゴールさんは、ベルギーのドイツ軍占領地であるヘントのシントでアイス。 ウェストレムとメイレのゴンテローでから作戦を行った。イギリス軍がこれらの基地を攻撃すると、カゴールさんは、ヘントのマリアケル家とオーストッケルに移ることを、余儀なくされた。1917年3月から4月にかけて、最初の G4 爆撃機が、同部隊に配備された。市民に向けて展示される撃墜されたゴータ機のエンジン。 対戦中のイギリス爆撃を通じて61機のゴータ機が失われた。1917年5月25日、カゴールさんはロンドンピルマ爆撃に23機のゴータ機を送り込んだが、うち2機は危機器の不調により北海上空で引き返した。悪天候によって残りの爆撃機は予備目標であるフォークストンの港及びショー,ーンクリフ付近の陸軍駐屯地に向かった。 この攻撃で、フォークストン周辺では、死者95名、負傷者195名の被害が発生した。ショーンクリフでは、死者18名、負傷者90名の被害が発生した。この攻撃に対しイギリス海軍航空隊のソッピース、パップ9機が出撃し、基地に帰還途中の豪滝編隊を、ベルギー沿岸で捕捉して1機を撃墜した。 ポプラーの爆撃で犠牲となった児童の慰霊碑2回目の攻撃は1917年6月5日に行われたものの攻撃目標は県との港町シアネスに変更された。しかし1週間後の6月13日に行われた3回目の爆撃ではようやくロンドンピルマ爆撃に成功し死者162名、負傷者432名の被害を与えた。 死者のうち46名は子供であり、彼らはポプラーの小学校に落下した爆弾によって命を奪われた。この攻撃による被害は第一次大戦中に行われた爆撃によるものをしては最大であり、一方で豪多機の損害は皆無であった。この攻撃について空軍巡将ライオネル・チャールトンは1938年に 戦争の歴史における新しい時代の始まりであったと表現している。これだけの被害が出た原因としては、航空機による昼間爆撃の脅威を人々があまり理解していなかったことがあると思われる。イギリス陸軍航空隊第39中隊に所属していたパイロット、チャールズシャボー注意は、攻撃はそれほど激しいものではなかったために人々は通りに、 出て眺めていた。彼らは身を隠したり、攻撃を避けたりすることはなかった。との記録を残している。対処計画がほとんどなかったこともあり、初期の豪太機を迎撃するという試みはあまり効果的ではなかった。多数のイギリス軍機が飛び立ったにもかかわらず、爆撃機を迎撃できるだけの高度に到達することができなかったのである。 ジェームズ・マックデン隊員は92機の航空機からなる迎撃部隊の一員であったが登場した航空機の性能のために迎撃で戦果を上げることはなかった。豪太機によるさらなる爆撃は1917年7月7日に実施され22機の爆撃機による攻撃で死者54名、負傷者190名の被害が発生した。 不傷下人の多くは落下してきた、降車砲の砲弾によるものであった。ゴータキ変に対しイギリス軍航空隊は延べ100回の出撃を行ったが、撃墜1機、撃破3機の損害を与えるにとどまり、逆に2機のイギリス軍機が、ゴータキによって撃墜された。1917年5月から8月にかけて、カゴールさんは8回のイギリスホンドピルマ爆撃を実施し、 うち3回がロンドンに対する攻撃であった。9月の初め頃になると、イギリス軍防空部隊の強化によって、カゴールさんは昼間爆撃を中止せざるを得なくなった。夜間爆撃は、迎撃機や対空砲火による攻撃から、爆撃機を守るための方法であるが、一方で、夜間爆撃には、非常に高度な航行、着陸技術を必要とした。損傷を受けて、 やっとのことで基地に帰ってきた。航空機は着陸の際に事故を引き起こして失われた。1917年12月に、カゴールさんはボゴルさんに改名された。他のボゴルは3体のバスタスからなっていたが、ボゴルさんは以前のように6体のシュターフェルンからなっていた。ボゴルさんは大きな損害を被ったことから1918年2月に、 戦闘任務から引き上げることとなった。1918年3月14日の夜、ゴータ機は再びイギリス上空に舞い戻り、最後にして最大となる攻撃を実施した。ボゴル3からは38機のゴータ機がロンドン攻撃に参加したが、多くの損失を出した。6機が迎撃機と対空砲火によって撃墜され、7機が着陸時の事故によって失われた。 この攻撃の後、ゴータキの活動は、西部戦線における戦術爆撃のみに限定された。ゴータキによるイギリス攻撃は22回に及び、作戦中に61機が失われた。投下した爆弾の総量は186,830ポンドに達した。ありがとうございます。